皆さんこんにちは、ゼロです。今日は D の D 冒険をやっていきたいと思います。さあ、ようやく始まりました。というわけで早速ですが、ガチャの方をやっていきたいなと思います。まあね、石の方がね7840、溜まりました。なので今回は、ガチャの方をやろうかなと思います。さあ、種類の方は何種類かあるのですが、まあ、とりあえず今回はサービス開始記念宝探しというガチャをやろうかなと思います。狙いはパプニカのナイフ、アバンストラッシュの必殺技、そしてアバンの剣、アバンストラッシュですね。まあ、こっちもアバンストラッシュ使えるということです。そして提供割合の方は、はい、星4が 3% で、星3が 22%、 星2が 75% という内訳になってまして、ピックアップの方は 0.5% か、そしてそれ以外は 0.1% となってます。はい、それでは2回しか、10連ガチャ引けませんが、とりあえずこれで引ければ神引きということでトライしていきたいと思います。さあ来い。まあ、とりあえずね、メタルスライムやメタルキングが出たら熱いっていうのは事前に調べて分かってるんですけど、スライム、次はあー、キングスライム、これダメか、レインボー来い。お、1個ありました。これ確定枠かな。まあ、とりあえずこれで出ればラッキー。さあ、あら、これ鍋やん盾か、はいはい、あー、大魔導のローブ下ですね。はい、ありがとうございます。これはポップが切ればいいのかな。はい、あとはまあ星に星さん、あ、プラチナシールドいいっすね。はい、鋼の槍と、はい、戦士の大盾というわけで、今回は大魔導の、ローブか、はい、下ゲットできました。いや、できれば武器が良かったなぁ。まあとりあえずいいか。特性はストック2以上の特技使用時、一定時間自身の熱属性ダメージをアップということですね。はい、まあとりあえずダメージ力をアップできるローブなのでいいかな。さあ、2回目いきましょう。さあ、ここで来い、頼むよ。もうこれ以上は引けないからお願い。オッケー、メガルスライム、これはもうすでに確定かな。ただピックアップ確定はメタルキングじゃないとダメとか、そうなのかな。はい、とりあえずレインボー1個、いや、これできたらラッキーだな。はい、こい、わお、ドラゴンシールド、まあかっこいいし、いいか。はいはい、ルーンスタッフ、うん、これかっこいいやん。はい、ドラゴンシールドの星4ですね。はい、ゲットしました。こっちは、はい、特性は気絶耐性パワー20アップか。はい、まあ、ちょっとまだ今のストーリー上では気絶するようなことはないんですけど、やっぱりボス戦とかになるとあるんでしょうかね。はい、というわけでちょっと活用できそうですね。うん、そして、お、魂の水晶、はい、これ解放されました。まだね、いろいろと解放されてない部分もあるんですけど、これは今はしないと。はい、まあ、とりあえずストーリーの方を進めれるだけ進めて、とりあえず解放できるところをどんどん解放していきたいなと思っていますが、はい、今現状のメインストーリーは16話ですね。はい、大の元へ急げというところまで来てます。で、一旦ちょっとメインの方に戻りますが、はい、こちら左下に出ているラゴンヌ襲来、こちらの方をやりたいんですけど、まだ条件がクリアできてないと。で、フレンドの方も今0人ということで、もしよかったらフレンド登録よろしくお願いします。まあ、この大の大冒険はマルチができるということもあって結構楽しみにして、いましたので、ぜひね、フレンド登録していただいて一緒に冒険できればと思います。さあ、とりあえずは、まず装備の方ちょっとしていきましょうか。まあ、お任せで今は行きますけど、はい、ドラゴンシールド装備完了。お、見た目もしっかり変わってますね。うん、洋服も変わってるやん。いいやいいやん。はい、で、台もお任せで、はい、プラチナシールドかな、これ右の。はい、で、ポップ、ルーンスタッフ装備、あ、ルーンスタッフは変わらない。で、マームも装備変更したけど、まあ、やっぱ台、ポップ、マームとかは全く見た目変わらんな。あー、変わらないですね。ちょっとここもできれば変わってほしかったかな。ずーっとやってると同じ衣装だったら飽きますもんね。
はい。まあ、いいか。まあ、とりあえずこれでレベル1ですけど強くなったので、まあ、素材が集まり次第どんどんレベルの方を上げていければなと思いますが、まあ、やっぱ、主人公の方をまず上げていけたらなと思いますので、素材の方はまず主人公を中心に使っていければなと思います。はい。で、イベントクエストなんですけど、イベントクエストやりたいんですけど、まあ、さっきも言いましたが、まだ解放がされていないと。まあ、一章の11話、時空の歪みか。まあ、これをクリアしないといけないんですけど、まあ、まだいけてないということで、まあ、それも早々にどんどん進めていければなと思います。で、石の方も、まあ、今結構6000個使いましたけども、まあ、この中級のストーリークリアするとね、1000の石、一つのストーリーに対して当たりますので、まあ、稼ぐのにも持ってこいかなと。まあ、ただ、稼ぐというよりも、まあ、一回やったらおしまいなんですけど、まあ、中級で1000もらえるというのはちょっとありがたいですよね。3つクリアすれば1回ガチャ10連引けますから。で、普通のクエストは50個の石なんで、まあ結構これで貯めようと思うと、まあかなりの数クリアしないといけないという感じですよね。うん。なので、中級は、まあ本当に引きたいガチャが来た時までちょっと取っておくのもありかもしれないですね。はい。はい。というわけで、一応、フレンド登録するためにも、プロフィール紹介しておきます。はい。こちらの ID で検索でいいのかな?ぜひとも、よろしくお願いします。ちょっと白髪に赤髪という、ちょっと奇抜な感じになっていますが、まあ、それもご愛嬌ということで、よろしくお願いします。じゃあ、せっかくなんで、今回装備変わりましたので、一回だけストーリーやってみましょうか。はい。というわけで、18話。クロコダイルさん倒しに行きましょうか。で、今回マームも加わったので、4人体制のバトルになりそうですが、結構ごちゃごちゃしそうやけど、大丈夫かな?さあ、ゼロ、ダイ、ポップ、マームというパーティーで行きます。まぁ、ちょっとオードリー行きますか。明らかに自分がやるよりも上手いんで、まぁ、見て勉強しながらということで。はい。クロコダイル。クロコダイルじゃないやん。クロコダインやん。いやいや、にわかだわ。あかんわ。え、どこ撃ってんねん。はいはい。え、でもこのクロコダインって、あれですね、仲間に最終的になったような記憶があるんですけど、合ってます？結構、なんか人間味のある、人間じゃないですけど、まあ、人間味のある、ちょっと人情の厚い男ですからね、会話を聞いてると。まあ、ストーリーを、僕の場合は、ちゃんと読む派なんで、読みながら、復習をしながらということで、ちょっと楽しませてもらってますけど。うん。OK! チャンスで、スキルを使うと、相手が、ひどいと。めっちゃくちゃやん、これ。でも、そんなに HP 削れてないな。ってことは敵が強いってことだな、これ。かっこいいかっこいい。まあ、本当はね、リセマラとかもやってもよかったんですけど、ただまあ、リセマラの時間は今回ね、ちょっと調べてみると、まあ、結構な時間がかかるということで、リセマラするよりももうどんどん進めちゃった方がいいかなと思って、今回は、進めています。まあ、でもこのイカズチの杖、左か。やはりもね、一応星音で結構強いか弱いかはちょっとまあ比較対象はできないですけど、まあ、でも結構ありがたいですよね。普通に使えますわ。はい、ダイ。カイハザーね。これ、話の終盤で、ダイの服装とかって、もうちょっと勇者っぽくなるのかな?なんかすーげー今、子供っぽい格好すぎて、あれですけど。まあ、いずれはバランとかも出てきそうですね。確かダイの父ちゃんでしたっけ?いや、バラン欲しいわ、キャラクターで。そこまで石取っとこうかな。あ、でもキャラクターは、あれか、ガチャで引くわけじゃないから。なんか、装備だけか、これは。はい。うわ、めっちゃしぶといわー。とどめだ。
やっぱスキルとかもちょっとレベル上げとかないと。あー、偉いな。はい、ブレイク。ここでやっとブレイク。これね、はい、クロコダインですね。はい、倒しました。いや、しっかりとした 3D ムービーっすわ、これ。うん。はい、クエストクリア。ありがとうございます。というわけで、なんか装備が変わったから強くなったかって言われても、ちょっと体感できるような今バトルじゃなかったんですが、まあでも見た目が変わるっていうのはね、本当にありがたい。まあそこだけでもありがたい、このゲーム。で、やっぱり見た目が変わらないと飽きちゃいますのでね。うん。まあ、そこら辺は嬉しいですよね。ただ、あと、事前にちょっと大の大冒険の、まあキャラクターとかも調べたんですけど、まあ、そんなにキャラクターがね、たくさんいるわけじゃないので、まあ、今後キャラクターを出していく上では、まあ、やっぱ限界があるのかなと。なので、そういったところはどういう風に持っていくのかっていうのはちょっと非常に気になりますよね。やっぱアイテムとかで、まあ、ガチャをさせる感じになるのがやっぱメインになっちゃうのかな。どうなんでしょう。うん。はい。というわけで今回は、本日リリースされた大の大冒険の初投稿、というかもう初動画配信ということですが、また今後もやっていきたいと思いますので、またぜひ見てください。ゼロでした。バイバーイ。